普通に告知から来たのか。このメッセージを見ればわかるよ。あ、この先はそうだよね。うん、絶対そうだよ。で、こっちにはもうなんもないかな。多分なんもないでしょう。なんかね、アイテムショップとか欲しいな、やっぱ。なんかすんげえ強いアイテムがいっぱい売っとうところよ。鍛冶屋とかね、最高なんだけど。鍛冶屋欲しいな。鍛冶屋最高なんだけどね。なんか、どれ来てんの、なんか、もう最強のさ、もうなんか、エクスカリバー的なやつないん。ああ、やばい。いる。もうこっちは人間性がいっぱいあるから。ここで死ぬわけにはいかんぞ。うわ、なんかさ、また処理落ちがあったってことは敵出てくるんかな、めっちゃ。処理落ちの時は大体そうなんだよな。あ、なんもない？なんもないなら次、上行っちゃうよ。上行っちゃうよ。いいですか？上行っちゃいますよ。お、高え！高すぎだる。さあ行くぞ。竜の鱗、ちょっと気になるけどな。お、宝箱、いいね。こんな宝箱さ、現実には全然存在せんと思うけど、はい。あ、出た、コロンドの遺跡の鍵。はぁ、どこも。コロンドってあれだよな、なんか言い寄ったやつや。あの、この呪いを解くにはコロンドのなんとかのなんとかとか言って。そこに行けるんかな。6000円毎回かかんで、鍵。あ、出た。やばい。あー、こいつ、俺こいつ苦手なんだよな、マジで。なんか後ろでさ、刺す攻撃とかなかったっけ。うー、あった、これこれやりたかったね。うー、あ、この間効かないんだ、バイバーイ。自分で攻撃したら強えな、これ使うより。うんぐち、うんぐち、危なかった、今めっちゃ危なかった。あー、一人ない。わあ、人間性使っちゃおうかな。ここまで来るのめんどくさいもんね。うわ、これボスか、もしかして。足元に注意。またお前か。もう嫌なんだよ、こいつ。めっちゃ嫌いなんだよな。まあ、無視するか。ほら。ふい。オッケー。さあ行くぞ。うわ、こんなんがあるかな。うわ、怖いな。人間性準備しとくか。これ戻ってきてない、そんなことないよね。足元に注意ってなんだろう。こう落ちる足元とかあるのかな。希望ありだからな、希望あった人に。おお、竜の谷、足元に注意って取れてるか。わ、なんか俺ここ見たことある気がするけど、これ進んで大丈夫かな。後ろから敵絶対来てるよな。竜の谷か。おお、橋があるやん。敵来てる？チラ見？来てない。てかね、俺がね、最初、なんか、高校生かなんかわからんとき、俺別の道に行ったんだよな、めっちゃ。なんかドラゴンみたいなのと戦ったんだよな。全然、でもね、こんな道なんだよ。これね、覚えてるんだよ。これ正規ルートなんかな？別のセキュリティだ。おっ、絶対死ぬやつだ、絶対死ぬやつだ。え、てかここボスか。うわ、もしかして右行ったやろ俺。じゃあ左かがり火絶対あるやん。絶対あるよこれ。びっくりしたわ、死んだわ、普通に死んだわ。うわ、もうさ、待って最悪。うわ、もうあそこまでもう走っていくわ。もうぶっ飛ばしていくよ。もう完全にここは速すぎてね、 1.5 倍速で速くてね、飛ばしていく。もうすんげえ速さでいく。もうフーフーっていく。もう今ブフーもう速速速速くなってる。もうめっちゃやばいよ今。めっちゃ、ね、あ、速くいってことはめっちゃゆっくり喋ってもいいんだ。そうだ、早送りなら俺の言葉もめっちゃ早送りになってるじゃん。やべえじゃん、これまだこのエレベーター長くない？この喋り方？
よし、ここまで来たぞ。さあ行くぞ。これを、右に行っちゃったから、今度は左に行きたいかなと思っております。右やったのね。ドラゴンがあったのが。これ左行ける?絶対行けないじゃん、これ。うーふぅー、うーふぅー、こんなドナルドやわ。え?これ橋?これ渡れる?これ絶対渡れる。怖っ。じゃあ怖っ。よっしゃ。でい。これ取って。これは入れない。おおお、え、これどこ?俺の知らない道?あ、ここか。あ、ここか。あ、じゃあさ、あれか。なんかこいつ。何しよう、何しよう、俺、うわ、ここまで来たのに。そうか、ここなんや。最初のかがり火に戻りて。そうか、ここか。うわ、もう何しよう、俺、もうまたこっからだよ、もうめんどくせえ。よーし、ここまで来たぞ、ヒビの谷ね。じゃあこれをこう渡ってこれスーンっていって、でまずはカリビでセーブしよう。セーブ最初の街、あ、最初の街か。俺最初の街やったらもうあれやな、もう早くなんだこれソウルを貯めて装備を強化したいっす。強備をめっちゃ強化したいんですよね。めっちゃ強化したいわ。ああとね、あと行き、あー危ない。あとね、行きたいところがあったんですよね。実は、まあ、このゲームをするにあたって、なんだろう。加藤純一とモコウがやってたゲーム、このダークソウルを見てたんですけど、今、まあ、ここまで進んでるところは見てないんですけど、途中の、なんかデーモンを倒したあたり、てか、一緒のところぐらいで見終わってるんですよ。まあ、早く続きは見たいから俺このゲームやってるって言ってるのも過言ではない。もうね、早くね、早く見たいんですよ。早く見たいから、早くゲームをしたいという。謎のね。だから、早く、強化して、次の街に行きたいんですよ。で、その時に、いろいろ、行ってないところがあったっぽくて、おい、なんこれ?え、こんなんあったっけ?死んでる?あ、え?あ、え?あ、え、死んでんのお前。嘘やん、なんで。なんで死ぬねん、お前。なんで死ぬねん。お前、なんで死ぬねん。あ、こいつやなかったっけ。こいつやった気がするんだよな。エストビンを強化してくれる人。確かこいつやった気がするん。あ、死んでんのか。あ、で、そう。で、その二人、こいつを先に殺してた。ああ、よ、めっちゃ殺してた。で、センソールもらってた。どういうこと?え、お、積んだ?積んだ?マジで?これ?これ?あ、ん?さっき死んだやつってこれ?え?え?え、マジ?いや、待って。なんだ?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 どういうことだ?え、これ使っていい?いつかどこかにいた非暴状の魂。ああ、絶対使っちゃいけんのか。危ない。絶対使っちゃいけん。ああ、ちょっとわからんな。魔法はちょっとわからんからそのまま行こう。たった。よし、上に行こう。とりあえず上に行こう。めっちゃ寄り道したわ。とりあえず、セーブしたいな、とりあえず。え、なんで死んじゃったんだろう。これ絶対みんな言ってる。なんで死んじゃったんだあいつみたいな。あそこだけかがり火がないのか、それとも別のところにもかがり火がないのか、めっちゃもうこれだけで全然違う。しかもあそこから行くのドラゴン倒すと無理。俺には無理。
ちょっと近くでも行きたい、近づきたい。でこれで攻めができんやったりしたらマジで毎回毎回あそこからやろ、やべえよ。もしかしてこれ全部無理なんかな。いやそれはないわ、それはないっすわ、ないっすわ。2万貯めてなんとかの紋章を取らないといけないし、かかり火はお使えるじゃん。なんだよ使えるじゃん、よかった。なんでだろうね、あそこあそこだけ。ここからやったら全然、まあ別、まあ遠いけど、遠いけど全然問題ないよ。うわ、これいいじゃん。魔法記録するってない。まあ、発火。これでさ、さっきのさ、これ使えるようになったんじゃん。お、ほら、使えるじゃん。よっしゃ、試し打ちしようぜ。すぐ使っちゃう。これさ、使っていいんかな、もったいないよな、絶対。でもアイテムって一回使っとかないと、その、なんだろう、あ、やべえっていう時に、あ、こいつこれ効くかもっていう時に使いたいじゃん。けど、使い方がわからんやったら意味ねえじゃん。ということで、まずターゲットを絞って、ターゲット絞り、グイン、グイン、ドーン。あ、聞いてるか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 、ウキートンクチウキートンクチ、あ、効いてる、ウェーイ、イエーイ、一撃ウンクチウンクチ。あ、口から吐く感じでやるよな。で、これ回復できるんかな。これ回復できんったら最悪やぞ、マジで。回復できんってことはねえだろ、そんなわけないでしょ。何回でも使えるでしょ。これ何回でも使えたらさ、これ魔法を絶対覚えた方がいいってことになるよな。だから理解力を先に上げるべきやな。回復しろ、回復しろ、よっしゃ、回復した、ほらね、来た、何回でも使えるぜ。なるほどね、これは面白いね。で、ここで魔法陣を変えると。お、なるほどね、うわ、すげえいいじゃんこれ。で、理解力がこれ15、足りない足りないね。これ治癒いいよね、絶対。だって使用回数4回やから、その回復回数が増えるってことは、もう早く、うわ、もう何これあげんやった、もうな、技量とかあげればいい。技量ってなんだよ、マジで。なるほどね、いいやん。これ、あ、でも治療マジで、これな、多いならさ、多い力ってないの。これ何なの、これ全然見にくい。炎の力を取り込み、新たなる活性化させる、なんとかのなんとかの、一時的に筋力と持久力を高めるが、HP は減り続ける。過ぎた力は、あ、なるほど。一回使ってみるか。一回使ってみよう。シェイ、行くぜ。あ、負けた。これだ。なんやお前、絶対ぶち苦してるぞ。これどこまで続くんやんか、いつまで続くかも知りたいよね。さあ、3分は続くと思うんだよな、さすがに。でダメージ減り続けるから、これで死んだりしたらちょっと嫌やけど、これどんだけ食らう、いけ、いや、こいつ死ね、ボギューボギュー310、310、さっき200から100、いいね、100か、いいね、100悪くないね、いいね、いいね。いや、武器育てたいわ、でも。武器いいよね。今まで取った武器を、ポポポポポってあげたい。で、もともとこのバスターソードが、どれぐらいの攻撃力あったかを見ればいいや。そうや。バスターソードが、このじいちゃんから買ったような気がする、確か。なんかバスターソードの方が強かった。クレーマーよりバスターソードの方が強かったっけ。あ、こんにちは。アイテム買うで、バスターソードいくらでしたっけ、書いてないですかね。あ、105。なるほどね。105ね。はい。105。もともとが105。ファルシオンが82ゴミ。ウィップゴミ。ショルボゴミ。あ、ゴミ。あ、これ、すんよ。これ、つんよ、これ。これ、どうやって装備するの、これ、何が足りんの、すんごい強いよ、これ。理解力が足りないんだ。やっぱ理解力なんだ。
俺頭悪いんだ俺頭すっからかんやな頭すっからかんなんか、それしょうがねえな。102やったね、102。うわでもこれ使いたいな、これめちゃくちゃ強いぜ。これでぶん殴ったらマジでさ、すんげえやべえじゃん。あ、ないじゃん。あ、アストラとファルシオン手に入れて、ファルシオンのが軽くて攻撃が高い。ちょ、ファルシオンいいじゃん。ファルシオン育てる？ファルシオン育てたいねー。かっこいいじゃん、名前が。名前かっこいいな。うわ、これ育てるかなー、育てるの、ね、育てるの好きなんですよ、俺。うわ、これ育てるかなー育てよう。育てよう。動画切って育てよう。動画切って、一回育てますわ。一回育てる。一回ね。よーし、やっていきましょう。では、ですね、ここに来てるんですけど、まあ、これドラゴンが出るところですね。ドラゴン出るところで、まあ、装備をこんな感じでね、強くしました。強い。で、このね、腰巻きとローブはね、強くできないというね。はい。まあ、説明は終わり。で、行きたいところがあったんですけど、その行きたいところが、まあ、実は、その、なんか、ボスはいるっぽいんですよね。だから、そのボスを、まあね、倒す動画をね、作ろうかなと思ってます。多分ね、余裕で倒せるんじゃないかな。結構序盤で行くようなボスっぽいんで、なんか、じゃあ、まあ、多分相当余裕なはずですよ。まあ、こんなところに道があったのかっていうね、びっくりした。え？つってから、道あったの？で、動画、なんか、加藤純一と母校のあのダークソウルの動画を見て、あ、こんなところにあったんや。っていうのを、ね、この間知った。死ぬ。で、その行く途中の敵が多いね。ライトクロスボウ。あ、お前ライトクロスボウ落とすのかい。知らんた。回復して。よし、行くか。この奥なんですよね。まさかこんなところにね、道があるなんてさっぱりわからんったな。うわ、危ない危ない。えい。ちゃんとガードをしていこう。えい。お、まだ。死んでないんだい。くっ。やばいやばいやばい。あー、もうなんで、なんで動画にすると負けちゃうんだよ。あ、なんか来た。なんで動画にすると負けちゃうんだろう。